このチャンネルは漫画メス再現を通じて普及の名作グルメ漫画たちの魅力を再確認しつつ、対決を再現したりして本当に美味しいのはどっちなのなどを研究する料理研究部です。チャンネル登録して一緒に研究部員として盛り上がりましょう。合言葉はイエーイ星です。イエーイ星。チャップマン漫画虫料理研究部部長のチャップマンまさきです。今回は安売りされていたカレーの干物を見つけたので、ラーメン発見伝に登場した第一魚のラーメンを作っていきます。漫画の中ではエイリアンみたいな顔をしてますが、実際には可愛い顔をしています。これを一度焼いていきます。ではベースのスープを作っていきます。今回は鶏ガラと牛骨のスープなので、比内地鶏ガラとだし田の牛骨コムタンスープの方を使っていきます。コムタンスープの素だと白く濁ってくるので、牛のひき肉を入れて澄ましていきます。玉ねぎ、ニンニク、生姜、ネギを入れて煮込んでいきましょう。低温で1時間ほど焼いたカレー干しを入れ、さらに煮込んでいきます。芹沢さんはここに塩だれを入れるので、昆布、だしパック、白だし、塩を加えて塩分濃度を上げていきます。3時間ほど煮込み、ザルでこしていきましょう。澄んだ牛の脂がいっぱいのスープができました。では醤油を極力減らして、塩だれ入りのスープで割っていきます。一沸かしして余分な油とアクを取り除いていきます。今回は藤本の会社大優勝寺のファミレスの醤油ラーメンを芹沢さんとコンペするという話なので、ファミレスっぽく麺もメンマもチャーシューも煮卵も全てイオンで買える市販品にしました。ではスープを注ぎ、原作のイメージに近い感じに盛り付けていきましょう。ラーメン発見伝より第一魚の醤油ラーメン完成です。それでは食べていきます。いただきます。どうですか、このコンソメを思わせるような綺麗な黄金色のスープ。あの剥奪したコムタンスープからできたとは思えないですね。鮎や煮干しとは違う魚の風味がしっかりとありますね。干物から出汁を取ってるので、少し発酵したような感じの味をしますね。昔直撃の相馬の再現で草屋のラーメン作りましたが、あれはすごい匂いだけど美味しかったみたいな感じだけど、今回はちょっと臭みがあるけど、これはこれで癖になるなーって感じの味でしたね。ファミレスでこのレベルのラーメンが出てきたらかなり嬉しいですね。回転寿司にある名店コラボラーメンよりちょっと美味しいって感じにできました。ごちそうさまでした。それでは今回の研究結果です。カレー干しは関東では珍しいが、瀬戸内海の方ではメジャーな干物らしいです。市販の白濁したコムタンスープもひき肉の力で澄んだスープにすることができます。さすがはひき肉です。ラーメンに発酵食品は意外にも相性がいいです。自作ラーメン王の神田氏は納豆を巧みに使ってきます。ラーメン発見伝のラーメンはとにかく間違いがありません。今回紹介したラーメン発見伝、ラーメンハゲこと芹沢さんの名言の数々、飲食店経営も学ばせていただいた名作でございます。読んだことない人はぜひ読んでみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。皆さんの応援の甲斐もあって、チャンネル登録者数5000人を達成することができました。週に一度程度の少ない更新ですが、まだチャンネル登録してないって方はしていただけるとありがたいです。質問、リクエストもコメント欄にお願いします。